稲荷大用水は埼玉県区喜市を主に流れる水路である。埼玉県区喜市国区西側で椎名落ち川と立体交差する。現在では、佐手久喜線の区喜駅、北川湖線共東川交差点付近に短距となる。今日では、主として区喜市、呼吸器、野ぐを流れ、海局間の流域には水田が残っている。よし土地区画整理事業が行われる以前、 現在のおおよそ図書館通り沿いに南東へ向かい流下していた。図書館通り沿線付近はかつて水田などの農地であったが土地区画整理事業に伴い次第に市街化が進んだ。水田は現在の図書館通り沿線においては、ケヤ通りとの交差点付近に残すのみとなっている。また図書館通り沿線の市街化に伴い、この地域の農業用水の需要がなくなったため、 現在、薩手テク線交差点以南では、かつての分流の流路を本流として、暗渠内を流下し、クキ宿クキ東2丁目の中落堀川橋梁、東橋の西側にて、中落堀川に合流、排水している。流路の詳細に関しては、下記の流路説を参照されたい。青毛堀川伊勢の吉羽地内には、北西より南東へ連なる高台が存在しており、 この高台の北側を稲荷台用水が考えし、南側を新規堀用水が考えしていた。かつて、現在のサッテク汽交差点以南より、中落堀川までの区間の流路より、新規堀用水方面へ分水する流路が存在していた。ありがとうございます。